缶詰は Z 世代に聞いてみた。海上自衛隊をもっと身近に感じてもらうため、海上自衛隊の各部隊から入隊間もない若者たち Z 世代にインタビュー。仕事ややりがい、その素顔に迫ります。どんな仕事をしていますか？第5整備補給隊所属、基督整備隊隊長ジャロアルファマハムト純です。現在は、那覇基地に所在する P3C 型対潜哨戒機という航空機の電子機器を整備しています。今は P3C という飛行機に乗っており、哨戒機を紹介したり、また監視をするのを主に行っております。第24航空隊の HSK-60J のヘリコプターのエンジンの整備をしています。第24航空隊で主要機内員としての任務をしています。自動救難は主に航空機事故の時に人命救助や救助活動を行います。第24航空隊で気象観測と気象通信を行っています。こちらの写真がですね、私が日本とその周辺国の天気図を入力しているところです。音楽隊という職種で勤務しており、担当している楽器はトランペットです。音楽隊の係業務としてはデザイン係を担当しております。演奏会で使うチケットやポスターチラシなどの作成、最近ですと YouTube 等にアップする動画のサムネイルの作成などを行っております。入隊のきっかけは、子供の頃から海が好きで日本の平和な海を守りたいと思い入隊しました。私は子供の頃から人の役に立ちたいという気持ちが強く、災害発見や海外での活動ができる海上自衛隊を希望しました。東日本大震災や海外派遣など有事の際に自衛隊の活躍をテレビで見て、私も国のために働きたいと思い自衛隊に入ることを決めました。入隊のきっかけは、身近に海上自衛官がいて、その方に憧れたから入隊しました。自衛官の父の制服姿を見て、まあ、顔もそこそこイケメンで、まあ、そんな姿に憧れて入隊を決意しました。でまた小さい頃から空手をしており、空手で学んだ精神力、忍耐力、正義感を活かせる職業は何かと考えた時に自衛官であると感じ、入隊を決意しました。テレビで海上自衛隊のお知らせが南極観測支援に携わっているっていうことを知って、自分もお知らせに乗りたいと思ったからと、あとは災害派遣で活動している海上自衛官の方の姿を見て、私も自衛官になってみたいと思って入隊を決めました。海上自衛隊で良かったことは、船で海を走っているとき疲れが吹き飛ぶぐらい綺麗な星空を見たことです。永遠の友達である同期に出会えたことです。軽い感じで入ってきたんですけど、一人の自衛官として社会人として自覚のある行動ができるようになったことです。やはり全国各地で勤務できることですかね。私の出身は舞鶴市ですが、入隊して最初は神奈川県の横須賀市、そして現在の勤務地であります沖縄県那覇市の那覇航空基地に着隊しました。最近は沖縄の文化に触れるべく、職場の先輩とですね、沖縄の城跡を巡りや沖縄そば巡りをしてですね、食文化にも触れ、非常に充実した生活を過ごしています。海上自衛隊は転勤のスパンが早く、臨時勤務等でいろいろなところに行かせていただくのですが、北は青森、南は沖縄、いろいろな地方に行かせていただいて、あそこでしか味わえない文化、その時に見聞が広がるなと。でまた恋愛面においても、その会えない期間があるので、まあ、その次会うまでに自分を磨こうという、まあ、プライベートも仕事も恋愛も充実できるなと感じました。給料や休日が安定していて両親が安心してくれること、あとは制服がよく似合うと両親に褒められたことです。そしてなんと今なら缶詰をご覧の方の中から抽選で3名様に私の生写真をプレゼントしません。今一番楽しいことは、私は今筋トレにハマっています。人命救助には体力が必要不可欠なため日々鍛えています。
が一番楽しいのは家に帰った後の家族の電話が楽しいです。また姪っ子がいて姪っ子とのテレビ電話がすごく癒されます。沖縄に来て始めたスキューバーダイビングをしている時が一番楽しいです。それは何気なく見ている海の中にはすごい色をした個性的な魚であったり、すごい大きな洞窟が海の中にあったりして、毎回その景色に感動しています。ラーメンとコーヒーとスイーツが大好きなんですけれども、現在はコロナウイルスの関係で足を運ぶことはできていませんが、いつか行ってみたい場所リストというものを作って楽しんでおります。海上自衛隊に入って憧れていた車を買うことができました。車を運転している時が一番楽しいです。今はコロナ禍で遊びに行けませんが、コロナが収束したらいろんなところに行きたいと思います。みんなでコロナを乗り越えよう。